はい、皆様こんばんは。2022年10月の13日木曜日のボギー大佐の言いたい放題、私担当のボギーテドコンでございます。ただいま仕事場の方からお送りしておりますんで、今日もねあまり長くはまあ喋れないということでございますが、今日も恒例の溶けてる犬、はい、溶けている犬の、はい、画像から始めさせていただきます。本日も朝ね7時頃から、お出かけをしまして、まあ、いつもの公園に行って思いっきりあのフリスビーを追いかけまして、最終的にはこのように芝生の上で溶けてしまったということでございましたね。いや本当に笑えるなと思います。ハチさんから、尾長候補のセクハラ記事ヤフーニュースから撤回されましたって、なんでですかね。おかしいですね。これ保守系の候補がやったらずっと載っているんですけどね。さて、まあこの皆さんもご存知の尾長、まあ、竹春くん、はい、尾長竹春くんですね。あの実は先日あのセクハラ疑惑ではなくて、はい、セクハラがですね、報道されました。セクハラですね、まあ、本人曰く一本筋を通した父の背中を追ってなんてやってますけど、いつまでもいつまでもこのお父さんのことばっかりをね、はい、背負いまして、まあ、自分の言葉はないのかと、父の背中を追うなんてお前何をやってるんだっていうふうに思うんですけど、やってることは半吉だけだろうということなんですよね。さてね、このセクハラ疑惑、実はね、はい、誰にやったかっていうのが実はもう明らかになっちゃっているんですよ。まあこれ実はね、お仲間、いわゆる半吉闘争のね、まあ、お仲間の方だということなんですけど、この方のいわゆるシールズ琉球、はい、シールズ琉球のね愛ちゃん、非常にね可愛らしい女の子です。はい、多分マンゴー仮面さんのタイプストレートだと思うんですけど、このはい、愛ちゃんがなんと被害者だったということがねこれ明らかになっているんですよね。ここに皆さん書いてるの見えますかね。 AV 女優に似ているとっていうことで、はい、 AV 女優に似ていると沖縄の政治家から言われたことがあると、はい、その衝撃はね同時に怒りへと変わった、同時に見えない力に、はい、ちょっと見えないんですけどね、はい、無力感に襲われるということでございまして、隣の男性は政治家の、ね、その言葉をね容認したということなんですけど、この政治家というのが実はオール沖縄の政治家なんですよ。で最近この愛ちゃんがね全くそういった半吉闘争の現場に顔を出さないね、本当にこの何年か4年ぐらい全く顔を出してないんです。あれだけね元山くんと一緒になって、半吉闘争のねいわゆる若手のリーダーとしてまあ頭角を現していたんですけど、いや本当にねこの子可愛い子だけに、この尾長竹春くん本当にろくでもないことをねやらかしてしまったと。そしてこうして本人は、新聞の方にね今年の2月ぐらいには投稿を出しておりまして、論壇の方によほどね腹に据えかねているんだろうなというふうに思います。しかしね、まあ、竹春くん本当にトントン拍子で選挙勝ってきてるんで、やっぱり慢心があったんじゃないかななんてね私はあの思っておりますが、まあ本人がねあのやってることといったら、もう本当にこの父尾長武志、もうこればっかりを出してるんですよ。自分が何ができるとかね何をやってきたっていうのは全くね有権者に見せることなく、やってるのは父尾長武志の意思を引き継ぎますって、こればっかり。いやお父さんは偉大なね政治家だったかもしれんけど、お前違うだろうと。これこそね七光
そのものだというふうにね、私思うんですけど、本当に中佐それしかないんかいということなんですよね。まあ、そんな中で、まあ、竹春坊やにとって非常に衝撃的なニュースが今日流れてしまったんですよね。何かと言いますと、これでございます。ドン。はい、城間那覇市長が、まあ、知念悟さんのところをね、訪れて、まあ、支援をね、約束をしたということなんですけど、実はこの城間市長、このお父さんの翁賀武さんとはね、非常に仲良かったんですよ。そしてこれ非常に複雑なんですけど、今回この那覇市長選挙に出る翁賀武春はね、故翁賀知事の、息子さん、次男坊です。次男坊。ところがね、今回、対抗馬として出る、自公が応援して出るこの知念悟さんは、なんと翁賀武氏ね、元知事の秘書だった方なんですよね。秘書、つまり辣腕振るったね、こう翁賀知事のそばで秘書として一生懸命ね、さまざまなことをこなしてきたのがこの知念悟君でありまして、城間市長は翁賀武氏から悟をね、よろしくとね、悟を頼みますと言われたということでございまして、まあこう翁賀知事のね、ために一生懸命秘書としての職務を全うしたこの悟君、非常に有能な方なんですけど、その翁賀知事のね、遺言をね、この城間市長はしっかりと守って、彼を副市長として迎え入れ、彼はそれに応えてね、きちんと仕事をこなしてきたということでございます。自分の父親は翁賀武氏だっていうことをね、高々と掲げて今まで何にもしてこなかった、議会で寝ていたような男とね、翁賀知事のまあ秘書をして、そして那覇市政で 副市長としてね、頑張ってこの行政っていうのを学んできたこの知念さん、私はね、これはもう全く能力的にはね、及ばないというふうに思っております。まあ、実は1ヶ月前は、オール沖縄はね、左内輪でした。もうゲラゲラ笑っていました。まあ、なぜかと言いますと、自民党側はですね、はい、元ボクサーの方が出馬すると言い出しまして、この票のね、いわゆる票の分散というのが非常に懸念をされておりました。そしてそのボクサーの方をね、元ボクサーの方をどうにかね、説得をして、下ろしたんですけど、すると今度は参政党が出てきてですね、はい、参政党が那覇市長選挙に立候補しますなんて言い始めてですね、またまた自民党県連頭を抱えたんですよ。でも今回はこの参政党さんにすごい批判が集まった。お前たちは何のために出るんだと、オール沖縄の刺客じゃないのかっていうような、そういったね、もう厳しい指摘もありまして、今回はね、私あんまり参政党の、ね、批判はやらなかったんですけど、今回だけはしっかりと批判させていただきました。沖縄をいつまでね、漁夫の利を与えさせるんだっていうことでね。すると、まあ、様々なところから説得をされたのが、まあ、自民党県連と政策協定をして、参政党さんも降りたということで、一騎打ちの状態になったのが3週間ぐらい前。でも、知名度からするとね、やはり、この故翁賀知事の息子さんっていうだけですごい知名度がある、翁賀武春君が非常に有利だったんですよ。ところがですよ、皆さん、おとといになって突然この翁賀武春がいわゆる若いね、綺麗な女の子に、君って AV 女優に似てるねなんてやったっていうことが、それをタイムスさんが報道したんですよ。タイムスですよ、皆さん、タイムスが報道した。これが大炎上、ね、そしてこの翁賀武春の、Facebook などにもいろいろね、いろいろはい、書かれて、 Facebook や Twitter にも書かれてますけど、全くね、
返答しようとしない。全く返答しません。すごいですね。はい。あなたこういうセクハラしたっての本当ですかって私質問投げてますけど、案の定だんまりですよ。自分が出ると父のね意思を引き継ぐっていうことは高々と書いてますけど、なぜかねこういったあなた本当にこういったセクハラしたのっていう質問には一切答えない。つまり都合の悪いことにはだんまりというね今までのやり方が今回もやっぱり現れてしまったんですよね。はい。まあでもね、あの女性にですよ、私 AV 女優が悪いとは言いませんけど、女性にねやっぱり言っちゃうっていうのはどうかななんて私思いますよ。これ女性にやっぱり言っちゃいかんでしょ。はい。私はそういうふうに思ってますけど、いやーしかしそうですね、中3名護市民への暴言もだんまり、とにかく都合が悪くなるとだんまりなのがこの尾長竹春、竹春坊やなんですよね。まあそんな中で今回浮上した、この、はい、セクハラ疑惑、本人は謝罪したなんて言ってますけど、実際どうなんですかね。政治家であればこれをね公の場であのきちんとやっぱり釈明するのが筋だと思いますけど、一切触れずにだんまり決め込んでおりますからね。まあ、それプラス今回、この白間市長が、この竹春くんではなくて対抗馬の知念さんを推すということを、ね、正式に表明をした。それもねなんと小尾長知事に、この知念悟くんを頼むというふうに白間さんは言われたと言ってるんですよね。前にで尾長知事の跡取りにデニーをねお願いっていう遺言があったなんていう話がありましたけど、あれから一切遺言というのは出てきていないんですよね。それと違って今回は責任ある市長がね、尾長知事に悟をお願いというふうに頼まれたからと。そして4年間行政経験を積ましてね、行政のプロフェッショナルとして育ててきたわけです。つまり白間市長はね、オール沖縄共産党に押されて当選はしました。でもね、任期途中で議席を放り出してトントン拍子で上がってきたボンボンではなく、自分の元で、そして尾長知事の元で一生懸命政治や行政を学んできたプロをね、やはり押すということは、白間市長は党利党略ではなく、やはり那覇市民のことを第一に考え、きちんと仕事をできる人をね、応援をしようっていうことが明らかになったわけなんですよね。いやーしかし本当にね、みっともないっていうか、なんていうかね。はい。この今秀樹さん書いてますけど、これ記者会見で言われたわけですね。お酒の場で言ったことは確かだと。お酒の場ですか。お酒の場だから人引いていいのかな。お酒の場だから人殴っていいのかな。ダメでしょう。政治家がねお酒の場だから何してもいいっていうのは通りません。はい。こういったのは通りません。だからこれについてはね、ビシッと厳しくやっぱりねこれからも糾弾していきたいと思います。で保守側はね、これで尾長竹春すごい板で折ったって手叩いてますけど、違いますよ。これでやっとね同じ土俵に登っただけなんですよ。決してこっちが有利になったわけではありません。やはりこう尾長知事の息子ね、今まで選挙一度も負けてきていないっていうそのねパワーはねやっぱり侮りがたい。ここでね保守側が油断してね、今度はもう勝ったとね、白間市長も応援してくれる、下地幹雄、オレンジクジラさんも味方についた、今度は絶対にいけるなんてね思い込んだら大きな落とし穴にはまると思いますよ。今の時点でやっとね同じ土俵に登らせていただいた、そういった謙虚な気持ちでね作戦を、そして政治選挙運動を構築していかないと、ものの見事に足元救われますんで、そこのところはね自民党県連などにもね私はきちんとやっぱり考えてやっていただきたいというふうに思います。カータンさん、知名度は竹春ということでございましてね。はい。まあだからね今回、知名度だけであれば尾
尾長知事のドラ息子が非常に有名です。はい、お母さんも多分出てくるでしょう。亡くなったね夫のたけしの思いをぜひ竹春にね遂げさせてください、シクシクってやると思いますよ。はい、それにやっぱり騙される人いっぱいいます。でも白間市長曰くね、その尾長たけし知事の秘書のねこの知念君を私はねお願いと言われた、だからずっとね勉強もさせてこうして育ててきたんですと。だから私は、竹春ではなくて、ね、彼を応援しますっていうふうにやったわけですから、やはりねこの白間市長党利党略イデオロギーではなく那覇市民のねことを本当に考えて人選をねやったということで、私はあっぱれをねつけたいと思っております。はい、ということで、本日はですね、まあちょっと出先からなんでね、あまりたくさんはお話できません。まあ明日はね、まあゆっくりと喋れるかなと思うんですが、まあ本当に毎日毎日いろんなニュースが飛び出る南の島沖縄。さあ今度の選挙、那覇市長選挙はどうなるのか。ね、ここで油断した方が負けです。やっと土俵に登らせていただいた、そういったね、謙虚な気持ちで、ね、一から、ね、戦いを挑むというそういった思いでね、ぜひ選挙戦を戦っていっていただきたいと思っております。はい、ということで本日の、はい、ボギーチャンネルこれにて終了させていただきます。では皆様、那覇市長選挙なみたかしということでございまして、本日の放送これにて終了させていただきます。はい、では、皆様明日同じ時間にまたお会いしましょう。今夜もありがとうございました。